グアダルーペイダルゴ条約は、米国戦争を終結させた1848年5月の条約である。この条約でメキシコは、1500万ドルと引き換えに、アメリカ合衆国へ136万平方キロメートルの広大な土地を譲渡した。また、同時に、メキシコの対米債務325万ドルを、譲消しとした。譲渡されたのは、現在のテキサス州、コロラド州、 アリゾナ州、ニューメキシコ州、ワイオーミング州の一部及びカリフォルニア州、ネバダ州、ユタ州の全域である。今日、アリゾナ州とニューメキシコ州の一部分となっている残りの地域は1853年のガズデン購入により譲渡された。テキサス州とメキシコの国境はリオグランデガーとすることが確定した。条約は アメリカ合衆国側が外交官である、ニコラストリスとメキシコ側は、ルイス・ジークエ・バス、ベルナルド・コート、ミゲル・アトリスタインの3名がそれぞれ全権として、メキシコシティの北方数キロメートルにある、グアダルーペ・ダルゴで1848年2月2日に、調印され、3月10日にアメリカ上院、5月19日にメキシコ政府で、それぞれ批准された。 1848年5月30日には、メキシコ中部、ケレタロシュケレタロ市で批准書の交換が行われた。しかしアメリカ側の批准書では、第10条の全文が削除され、また9条は書き直されており、これは8条に示された、上都地域内のメキシコ人は1年を経過したら、アメリカが収国市民権を自動的に売ることができる、権利を私分化するものであった。 ありがとうございます。